ありがとうございます。皆さんはじめまして、今東広島市の市民共同センターで専門員をさせてもらっているのと、学園都市づくり交流会議のコーディネーターをさせてもらっている山田です。よろしくお願いします。今日はですね、全体の趣旨説明を少し最初にさせていただいて、その後ですね、7つの、団体からですね、いろんなプロジェクトの発表をしようかなと思っています。で、その後、公表を市長さんにしていただいた後ですね、全体交流会もですね、時間が余っている範囲でさせていただけたらなと思っています。ということで、一旦2時間の報告会なんですけど、休憩はもう取らずにですね、そのまま進めようかなと思っています。で、質問時間もですね、それぞれ設けていないんですけど、全体交流会の時にですね、それぞれの学生さんに、質問に行ってもらってですね、お話ししていただけたらなと思ってます。で、あと、テレビだったりとか、動画もこちらで撮ってですね、後ほどYouTube にアップできたらなと思っているので、録画があることだけご理解いただけたらなと思っています。ということで、全体の趣旨説明なんですけど、今回はですね、学園都市づくり交流会議と、東広島市の地域づくり推進課での、学生の地域活動ですね、お話できたらなと思っています。その他も今、障害学習課の方が来られてたりとかですね、社協さんも来られてるのかなと思うんですけど、結構いろんなところで学生さん活動しているのは活動しているんですけど、今回はこの2つに限定してお話できたらなと思っています。で、この2つをですね、一旦整理すると、このような図になってですね、2年前からこの図を、使わせていただいてるんですけど、縦軸にですね、学生さんの地域活動の、興味、関心のですね、まあ、あと主体性っていうところをですね、縦軸にとって、無関心、あんまり地域活動したくないとか、そんな興味ないっていう子からですね、だんだん自分でちょっと興味ある。で、その後自分で何か地域活動したいっていう順にですね、上に上がっていってるっていう形になります。今回これを一つずつ分解してですね、皆さんに説明できたらなと思っています。で、説明する前にですね、ちょっと気をつけていることだったり、まあ、コーディネーターとして、いつもですね、意識していることを少しお話しさせていただけたらなと思っています。まあ、図にあるようにですね、本当に学生さんと地域のバランスを常に取りながらですね、両方が、まあ、壊れるって言い方は変なんですけど、ちゃんとバランス取ってですね、双方にウィンウィンな関係が築けるように、コーディネーターとしては気をつけてプロジェクトを組んでいます。で、学生さん側に伝えていることとしてはですね、大きく2つあって、1個目はまあ成長機会をちゃんと提供できたらなと思っていて、しっかりこのプロジェクトに乗って成長してくださいねっていうのをお話ししています。で、そこにはですね、まあ、論理実践っていうのを書かせてもらったんですけど、フレームワークの使い方だったりとかですね、まあ、あと一次情報に触れるっていうので、ちゃんとこう現場に出てってですね、資料で見ただけじゃなくて、ちゃんと地域の人の声を聞いて、実際の声を触れるっていうのことをちゃんと実践しようねっていうのを学生さんに、結構口酸っぱくお伝えしているところになります。で、もう一つはですね、やりたいこと、できること、あと地域のニーズをですね、ちゃんと考えて、それをまあ拡散とか収束、アイデアを拡散させたり、これにしようって収束させたりしながらですね、やりたい、できるニーズっていうのをですね、ちゃんと言語化して、そこに乗っ取ったプロジェクトを組もうねっていうのを学生さんには伝えています。これまあキャリアについてもですね、就職する上でもこういうのを考えていかなきゃダメなのかなと思うので、もう今回は地域をフィールドにですね、こういうのを考えるっていうのを意識してもらうためにこの2つを伝えています。で、地域側、今回結構自治協の方々も来ていただいてありがとうございます。あれなんですけど、地域側に伝えていることとしてはですね、まあ、風を利用して土を作るって書かせてもらったんですけど、まあ、学生さんどうしても4年生とかになったら外に出ていく学生さんも多いんですけど、学生さんの力を利用してですね、ちゃんと自治力をつけていってくださいねっていうので、土を豊か、自分たちの自治力を豊かにしていってくださいっていうのを、自治協さんには一つ伝えています。その後ですね、結構自治協さん、たくさん学生さんに、いろんなことをしてもらったりとかですね、ボランティア精神もあるので、結構いろいろやってもらうんですけど、あまりやりすぎるとこう逆に続いていかなくなるのもちょっと気をつけなきゃなっていうのは、コーディネーター側としては思っていて、まあ、たくさんこう支援をしすぎて、長期的に付き合えないっていうのをですね、防ぐっていうのを僕らは気をつけているっていうので、連携疲れを起こさないっていうのも一つ、コーディネーターとしては気をつけています。で、3つ目がですね、問題行動の分析って書かせてもらったのと、関わり城の設計って書かせてもらったんですけど、地域側がどうしてもこう、例えば森林をどうにかしてくれとか、獣害対策どうにかして、こう結構大きな問題をですね、分解せずに振られることがあるんですけど、それも大人ができてないのに学生なかなかできないっていうのもあるので、地域側とちゃんと、お話をしてですね、学生さんがなんとなくこう解けるところって言い方変なんですけど、
丸投げはしないというかですね、問題の問題をちゃんと分解して課題に切り分けていくっていうのをした後にですね、学生さんに入ってもらうようなことを、まあ、コーディネーター側としては気をつけているっていう点になります。というのがざっとこうコーディネーターとして気をつけていくと先にお話しさせてもらったんですけど、この観点も踏まえてですね、実際に、今回は学生さんの活動を見ていってもらえたらなと思っています。でまず最初にこれ全部ちょっと説明今回しようかなと思うんですけど、1個目はですね、無関心層には一旦こうローカルメディアで発信したりとかですね、それぞれ学生さんの持っている SNS とかで拡散してもらって、多くの人にまず目につくのが大事だよねっていうので、メディアだったり SNS での情報発信っていうのを結構やっています。で、学園都市づくり交流会部のホームページもありますし、僕ら委託受けさせてもらっている人結びっていうのも、ローカルメディアを持っているので、そこでですね、実際に募集するのもそうなんですけど、活動報告っていうのも結構気をつけてやっていてですね、逐一こうログを貯めていく、記録を貯めていくためにもですね、こういうことやりましたよっていうのをですね、ちゃんと、報告も兼ねて、発信しているっていうのが無関心層にとってのアプローチになります。でその後ですね、ちょっと地域に興味あるぞっていう子に対してはですね、地域体験ツアーっていうのを企画しています。で、今年度は年に7回開催したんですけど、ちょっと興味あるぞ、地域出てみたいなっていう子がですね、実際に梅代わりに行ってもらったりとか、釣りやったことない子たちも多いので、釣りを体験しに秋津に行くみたいな形でですね、興味でこうフックをかけると僕ら言うんですけど、やりたいことでフックをかけておきながらですね、実際にその場には地域の人がいて、地域の人から課題感を聞くみたいな形でですね、最初からこう課題を聞くとなかなか学生さん来てくれない方も多いので、ちょっと興味レベルで来てるんだけど、そこには実際に困ってるおじいちゃんがいて、その人の話を聞く機会があって、ちょっともやもやしながらちゃんと帰ってもらうっていうのをですね、設計して地域体験ツアーっていうのを、組ましてもらっています。でその後ですね、地域体験ツアーとか、ちょっと興味出てきて自分で何か地域でアクションを起こしたいよっていう子向けにですね、市長さんも少しお話ししていただいた地域塾っていうのを開催しています。で地域塾ではですね、2つのサイクルをちゃんと学んでもらえたらなと思っていて、少し字が小さくてすみません、PDCA サイクルですね、よくトヨタとかが生産管理のシステムで入れてた PDCA サイクルなんですけど、まずプラン立てるときにはちゃんと見立てを作るっていうので、見立て力を身につけてもらうのと、あと結構大学生さん弱いのは実行力ですね。失敗してもいいからとにかくずっこけるつもりでドゥしてみるっていうのをですね、言って一回試しにやってもらうっていうのをやっています。でその後チェック、振り返りも結構時間かけていて、内省する時間っていうのを結構時間入れてやってるんですけど、内省することによってですね、まあ、修正力、何か成功して、失敗もすごく大事なんですけど、なんで失敗したんだろうっていうのをですね、ちゃんと自分の中で入れてもらって、次のアクションに起こしていくっていうので、こう自分を作っていってくださいねっていうのが一つあります。でその後ウーダループって聞いたことありますかね。もう PDCA サイクル結構古いって言われるところもあるんですけど、ウーダループっていうのもあってですね、1個目はまあちゃんと客観的な情報を集めるっていうので、観察するっていうのを大事にしています。結構今から地域塾の発表してもらうんですけど、ヒアリングにも必ず行ってもらっててですね、自分で客観的な情報を集めた上で実際に当事者に話を聞きに行くっていうので、観察もしっかりしてもらっています。でその後ですね、情報をロジックツリーとか書いて分析をして、意思決定をしてアクションを起こしていくっていうのでですね、まあ、変化が激しい中で自分の頭をフル回転させてですね、観察から分析して意思決定してアクションを起こすっていうところまで、これも A がすごく大事なんですけど、アクションを起こすっていうところまでやってもらっているっていうのが地域塾になります。というのでですね、今から発表してますけど、先に基本のスケジュールだけお話しすると、地域塾は前期と後期で2回走らせています。で、まあ、書いてある通り、募集してですね、個別でヒアリングを全員にさせてもらっていて、何に興味あるのかだったり、自分はどういうことの力を伸ばしたいのかっていうのをですね、個別でヒアリングして、で前期組は前期組でチームビルディングをしてですね、でその後プロジェクトの仮説を立てて、でヒアリング、結構いろんなところにヒアリング行かせてもらってるんですけど、行政さんにも結構お世話になったり、民間の団体さんだったりとかですね、民間企業だったり市民活動団体にもヒアリングに行って、それをもとに自分で仮説を立てたプロジェクトをこう補強していって実際に実行してみる。で、なんか失敗するプロジェクトもあるのはあるんですけど、まあ、それでもすごく勉強になってるのかなと思ってですね、プロジェクトを実行して、で今日みたいな形で発表するっていう形になっています。っていうので、
すみません、僕が長々と話してしまったんですけど、全体の大枠の流れとしてはこういう理念のもとですね、こういうスケジュールでやっているっていうので、今回はですね3つのプロジェクトを発表してもらおうかなと思っています。で、江上さんからですね親子釣り体験教室っていうのを話してもらうのと、田村さんからは働くと、で田村さんの地域共生の、観点からですね共生社会の実現に向けてっていう観点で話してもらうので、今から3人連続でお話聞いてもらおうかなと思っているので、皆さんちょっと温かく、見守っていただけたらな、結構学生が緊張してると思うので、温かく見守っていただけたらなと。